はい、どうも、トシボーイズです。お願いします。よろしくお願いします。はい、さて、はい、今日僕お話ししますけども、はい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 、本物の霊能力者は意外なところにいる。ちょっとですね、まあ僕ら二人ともそうなんですけども、放送作家って言って、あの、番組の裏方、うん、テレビ番組とかの裏方をやっているんで、まあそういうですね、霊能力者に会う機会とかも結構あるわけですよ。うんうん、で、ある番組をやっている時に、うん、大量の霊能力者に会うっていう機会がありまして、おうおう、まあ大量って言っていいのか分かんないんですけど、うん、いや、もう大量でいいんですよ。うん、ね。まあそれこそですね、うん、100人はいかなかったけど、多分7、80人はいたんじゃないかな。ね、うん、に一気にもう本当に2ヶ月ぐらいかな。うん、で、ぶわーって。でね、まあ、霊能力者って、結構意外とまあ、検索すれば出てくるんですけど、うん、その、ね、自分のホームページ持ってたりとか、うん、持ってるからね、で、例えばなんか、霊視ができるとか、うん、ペットがいなくて困ってるから、探しましょうとか。探すことができますとかね。ね。でも何でもやっぽいっすよね、ちょっとね。そうそう。うん、で結構ふわっと、意外と何でもできるんだな、みんなと思って。できる、できる。で、まあ、実際そういう人たちに連絡を取って、うん、で来てもらうわけですよ。はいはい。で、話聞いて、うん、で、その番組で、ちょっと一個の企画でやりたいことがあったんですよ。何でしょう。で、それが、あの、まあ、行方不明者探すっていう企画で、うん、まあまあ昔からあるっちゃあるんですけど、まあね、まあちょっとそれを実際にちゃんと探し出すってところをやってみようということになりまして、うん、で、まあできそうな人を片っ端から声かけて、うんうん、で、実際にやってもらうわけですよ。おー、うん、行方不明で、困ってる人のところに行って、うん、で、いろいろ話を聞くわけですよ、うん、いつ頃いなくなったかとか、うん、どこでいなくなったかとか、まあ、そういう話を聞いた上で実際霊能力を使って探し出してくださいって、うん、どこまで依頼するわけです。いいですね。うん、したら人によってやっぱやり方が全然違って、まあ、そうよ、なんか例えばこう霊視っていうのかな、うん、で地図で、ね、地図をそうそうそう、うん、あの自分で書いて、はい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 、こんな風景のところが見えますねみたいなやつやったりとか、またクラシカルな方法で、クラシカルだよね、うん、それもすごい古い方法ですからね。あのいわゆる自分のイメージ、うん、浮かんだイメージをこう何個か書いてみたいな、はい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 、これが見える、これが見えるってやってる人とか、ね、あともう本当にいなくなった人の持ち物、うん、あ、手帳とかあるじゃん、うん、そういうのをこう手でこうかざして、うんうん、サイコメトラ、サイコメトラみたいなことだと思うんだけど、うん、すごいね。そうで、あと人によってはダウジング、本当地図広げて、まあそういろいろやって、面白い面白い。じゃあこれで本当にだからそれこそ30人ぐらいに、うん、そう同じ人を頼んで、うん、でもうお金払うわけよ、その時点で、うん、依頼してるから、うん、じゃあ出てくるのかっていう、うん、その言った人ところをみんなで探しに行って。超能力者ワングランプリだもん、これは。そうそうそう。で、1位を決めるんだ。その人のヒントになるものでもいいから、見つけてこいっつって、うんうんうん、で、行くわけですよ、うん、スタッフが、うん。全国で。全国、うん、うん。東京でいなくなってんのに、うん、和歌山って言われたら和歌山行ってたんですよ、うん、本当に。全国っつうのに近いとこ行ったらまだ。いやいや、まあ、どこでもいいんだけど。沖縄とか行けばいい。例えば、どこでもいいんだけど。和歌山ってまた、中途半端にちょっと遠いところですけど。うんはいはい、まあだから、うん、その東京内で探すじゃなくて、うんうんうん、全国本当に行ってたの、うん、で行ってみました、うん、じゃあどんな霊能力者が見つけたのかっていう話になるじゃないですか、うんうんうん、そりゃそうよ。実は一人も見つけられなかったんですよ、うん、え、日記触ってさ、うん、海が見えます言ったりとかさ、言ってたよ。ダウジングでさ、うん、わーってさ、うん、この辺りですね、うん、めっちゃくちゃ回ってた。あ、見えますっつって、うん、わー入ったやつとかさ、うんうん、ゼロなの。かすりもしない。俺らからしたらまあね、なんじゃこいつらってなるわけですよ。だって言ってるわけだからね、いろいろ回ってね、お金も払ってるんだよ、うん、何万円って。でそもそも成功報酬じゃないの。そうだよ、もうあのうわ別で、あのもう これぐらいかかりますって言われて、見つけられませんでしたと出すの。いやいや違う違う違う、先に払ってやってもらうの。あ、はいはいはい。で、うん、いい？これもすごい話でしょ、うん、そもそも。ちょっとものすごい金かかってるんだよ、その時点で。ね、うん、で、やって、うん、見つかりませんでしたって、うん、追われるわけないじゃないですか。そりゃそうよ。こっちからしたら、うん。見つけないと。ふざけんなって話で。金かかってるしね。うん、でじゃあ、どんどんそうやって、次の霊能力者、うん、次の霊能力者って言ってって、うん、結果だから、最終的に80人近くになったと。あ、そうか。リストをね、こう作ってって。うん、ペケ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 、うん、ペケしか書いてねえから丸一回も書いてねえから。そっかそっか。で、うん、もうね俺その頃には心がだいぶすさんでて、うん、
霊能力者ってクソしかいねえんだろうって思ってたんですよ。いや、霊能力者がいないでいいじゃん。いやインチキ野郎って。霊能力者がいないでいいじゃん。いや、うん、霊能力者はクソしかいないと思ってた。そうそうなんですね。で、うん、でも、気持ちはわかるでしょ。気持ちはわかりますよ、うん、僕もやってますから。だってそうだもん。うん。そうそう。だってそうだもんね。見つけろよって思うじゃん。あんな格好つけてんのにね。できるかできないかわかりませんっつって、うん、こっちは無理やり依頼してならわかるよ。そうそうそう。できます私って言ってんだよ、だって。外した時点でさ、ホームページからさ、うせものを探せられますみたいな、消せやな、あれ。できませんでしたの、ね、例作っとけよ、ちゃんと。そう思うんだけど、うん、でもまあもうさ、しょうがないから、うん、そんなん言っててもしょうがないんだよ。はいはい、で、実は、うん、それとは別に、うん、俺まあ普通に他のね、人とのこう関わりもあって、うん、で、そういうホームページとか載ってないので、うん、霊能力者知ってますっていうのを、この身近な人たちにも聞いてたのよ。ほうほう。で、ある人が、うん、その霊能力者っていうんじゃないんだけど、うん、俺の行きつけの小料理屋のおかみさんが、うん、そういう力あるって言ってるよって言ってたんですよ。いやそれもうさんくさいぞ。だっておかみさんっていやそれさ、うん、それさもう私霊能力者ですって売ってる人からしたら、うん、もう小物も小物もちっちゃい能力でしょ、うん、って思ってたんですよ。インディーズよ。ね、インディーズだと思ったの、うん、でももうこっちも結構、いっぱい声かけてたから、うん、じゃあ、まあ一応、お願いしていいですかって。わらをもすがるじゃないですか。そうそうそう。で、うん、ただその人は商売でやってないから、うん、本当は身内で困った人にしかやらないって言ってるんだ。そういうことね、だからそういうテレビに出るとか、うん、そういうの絶対嫌だって言ってて、うん、でもまあいいやと。とりあえず、なんかチェックしようと思って、うん、こっちも。ちょっと悪い感じだけど。うん、で、頼んで、うん、で、こういう人で、こういう経緯で、ちょっと知り合いがいなくなったってことにして、言っといてって言って、うん、で、頼んでもらったんですよ。うん。うん、で、もうそれ、だいぶ忘れてたんですよ。うん、もうその、何十人ってやってる間に、もうイライラしてて、うん、俺、うん。で、だいぶ経って、もう俺の心がすさみきった頃に、うん、あ、そういえばあれもらってたわって言って、うん、頼んでた人が、うんうん、持ってきてくれたのが、はいはい、紙で、うん、で、それ見たら、うん、地図みたいのが書いてあって、うん、行方不明者の家の、うん、ここのあたりにおそらくいますっていう風に書いてあったの。じゃあ家からも離れてないってこと？そう。で、そこが、まあ、湖みたいなところで、うん、と思って。それは知ってんの？そのおかみさんは。細かいこと。え、あんま知らないのよ。言ってないの、大して。で、多分、この辺にいるんじゃないかっていう感じで、ふわっと書かれてた。うんうん、で、最終的に、まあ、そこって探しに行くことはなかったの、うんうん、こっちが、うん。後日、うんまあ、結構経った後に、うん、その行方不明の人の、ご両親かな、うん、が、ちょっと連絡が来て、うん、すいません、見つかりましたって、いう連絡があったの、うん。あ、見つかったんですかって言ったら、うんちょっとまあもうお亡くなりになっていて。残念。で、トネがその家の近くの湖のところで発見されてて、うん、見直したら、うん、もうまさにそんな感じなのよ、うん。家の近くの湖があって、そこの横のところに死んでたっていう。はい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 。ええー、と思って。当たってんだ。だから、何十人ってうん、ね、霊能力を持ってるって言ってた奴らより、はるかにすごい、人がいたっていうことなんですよ。だから霊能力者ってアピールバンバンしてるやつって、うん、基本的にはもうインチキ野郎がほとんどなんですよ。ホームページとか持ってるやつよね。それはもう岸本さんが全部調べてるもんね。俺はまだ行方不明に関することが、うん、あそっかそっか。あくまで、うん、まあ少なくともその能力はないと言っていい、うんうんうん、ないですあいつらは。でプラス、うん、本当に能力を持っている人っていうのは、うん、そういうところには基本的に出ないと、うんうん自分の能力を表に出さないで、うん、身近な人のためだけに使ってるっていう人の方が、はい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 、おそらく本物の霊能力者っていうのが、うん、そういうところにいるんじゃないかっていう。わかります、ね、僕もね聞いた話があって、うん、本物ってさ自分の力って思わないんだって霊能力というか超能力を、うんうんうん、神様からいただいてそれを人のために使いなさいと思ってそれを使ってる、振るってるって思うんですって。だからお金取るなんておこがましいと思うんですって。ね、要は人の力を、神様の力を借りてやってるものだから、ね、そんな借りてるもので金取るなんて考えられないって言うんですよ。うんうんうん、僕も何人か本物知ってて、うん、そういう人たちはもう一円も取ってないんですよ。うんうん、いや、聞くと全員が全員、いや、神様からいただいたものなんで、それを人に対して使うときにお金を取るなんてわけがわからないって言って、うんうん、だから霊能者とかお金取ってるけど、マジクソと思って言ってるんですよ。
あっち側も言ってた、ね、クソと思うっつって、うん、カスやと思うって言ってましたよ。で俺も、もう一人、すごい噂レベルなんだけど、うん、本当にすごいって言われてる人は、うん、秋田県かどっかの、うん、主婦の人で、主婦ね。で、あのね、うん、いつもショッピングモールで、うん、テラス席みたいなところにいて、うん、でそこで、うん、本当に困ってそうな人だけ、うん、そこに、相談に来て、無料でやるって言ってた、うん。だからもうさ、そういう、なんていうの、こうやって探して出てくる人は、うん、ちょっと怪しいぞって思った方がいいよっていうことなんですよ。ホームページ持ったりとかね、うん、口コミがあったりとかね。そうそうそう。ね、うん、まあ全員が全員ね、そうそうそうとは言わないけど、うん、皆さんがもし困って頼もうっていう時は、うん、そういうところもちゃんと気にして、うん、選んだ方がいいんじゃないかという、そういうお話でございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。